最初はグー、じゃんけんほい。あー、先歩取られた。ドローします。ドロー。なるほど。これはチャージ&ドロー。あ、結構強い。ゲージ1、ライフ1、ほおずきでね、これ暗殺でここで憑依して戦う暗殺が超強いらしい。え？で、藤木姫、総輪しながら攻撃です。それで気があるらしい。すげえ強いらしい。格論に使います。どうぞ。ソウルドロップし、ワンチャージ2ドローです。すごい強い。で、奇襲発動して効果発動、3枚めくって1枚入れて、残りは下で、ドロップからモンスターが登場したとき、ワンドロー。強い強い。コール、オニオバンシュ、オニオバンシュ効果入れて、ワンドロー。スパのカード破壊ないんだよな。うむ。これで、そうね、これでいいんじゃないかな。2点、いけます。ファイナルフェーズを考えさせてください。いや、ファイナルフェーズってもこっち竜ついてないんで、ちょっと待ってよ。これはこれでしばらく様子見るのかな。いや、いいんじゃないかな。これはこれ使います。あれ、軌道収集。これはね、 ここに好きなカード2枚入れるっていう効果を使おうと思います。さっき何だっけ、強化されたやつが見えたぞ。なので、これとこれを入れようかね。さあ、この俺の作戦、手札に戻すって今書いてあった。この作戦が、ちょっと待ってよ、これやめた迷ってるっていう、迷いが半端ないっていうね、まあこっちも迷いますけど、まあこれっす、これっす。はい、いいよ、ヘンドル、ドロチャージアンドロ、まあ、よし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 、若干の動きすぎ感もあるけど、よしよし、ゲージ1、はい、登場。で、入れます、ワンドロー、うん、バリーコール、竜王殿、はい、はい、はい、で、どうしようかな。しょうがない、もう一発。なるほど。シュッシュッ。まだ動くか。いやー、引かねえないや、俺も結構危ないな、これ、はい、こうで、デッキからで、うん、これはこいつにしか入れられないんだっけ。はい、そいつだけ。なるほど、次から。でもやっぱこれ、こいつが2体並んでる布陣が強いの、どう考えてもまあ、そうなんですけど、でもゲージが重いのか。そこなんですよね。次もやっていき、こっちでいいかな。俺死ぬんじゃないかな。大丈夫かこれ死ぬんじゃないかな俺、貫通は普通に避けるの難しいんだよこのデッキ。でもねっていう、ここまでなんですよ、アタックフェーズ。おっと、6000、貫通3点、9000、受けた。では奇襲考えます。はい、次まずこの効果で、はい、裏向きのソウルがドロップされたら戻すソウルガード、を言います。で、次この効果使います。コールして2チャージする。はい、1枚、2枚。で、次この効果、ゲージ1払ってコールし、
ドロップのカードを回収して入れるを使います。はい、はい、で次機種またこれを踏みつぶして、あれそうですね、これをドロップしますと。でサイズオーバーですね。あれで、6000、こいつは貫通持ってるか、これ1こいつを6000下げます。はい、はい、じゃあ2000上がるみたいな。2000ですね、はい。あ、でドロップからコールしたんでワンドローですね。はい、はい、ワンドロー、はい、じゃあ2回目6000攻撃でしょ、はい、でそこで俺は逆転殺、逆転殺いいな、逆転殺でこれとこれとこれを入れます。貫通ないんだよね、こいつがありますね。ただ今6000下がってたから、じゃあ2000、あと打撃もマイナス3されてる、6000されてる。で逆転殺の処理をします。やられた、はい、で出てきた、まずこいつの効果チャージ&ドロー、でこいつの効果ドロー、でこいつの効果ゲージに出てきて破壊します。うん、で機種で出たのはもう1枚破壊します。はい、そしてさらに2ダメージ与えます。いってー、でこいつ今ゼロか、ゼロだからまあ届かない、これが届くのか、どうしようかな、うん、いやいや待てよ、勝ったなパンチ、でそこ残す、ここじゃないの、ゲージ1キャスト、ああ迷い装填、あ、なるほど、ドロップの対抗コールか、はい、はいはい、コールなります、コールしますね、多分これでコール時効果が出ますね、多分出ますね、はい、で、はい、でもそれでも貫通3点までしかいかないはずだよね、はい、1枚加えて、うん、一応1を加えて、うん、まあ貫通みたいな、登場はできないんだね、これね、これではね、コールコース払ってコールなんで、うん、OK、 あ、でドローしてきます、で、はい、M です、はい、で、ドローね、はい、生きたか、ドロー、やべ、生かしてしまった、チャージ&ドロー、じゃあそうだな、ゲージ中、6000下げます、はい、でマニュア番手効果入れてワンドロー、で悪の脅威に使います、裏向きで、じゃあそういう時にこれを入れてきます、はい、ワンドローしよう、うざい、それちょっと裏向きでカード入れるんですけど、入れるんですけど、ここ崩せば相手はハンドは6枚です、今崩したところで生きてる星がないんだよな6枚、じゃあこれ入れますか、はい、ただ6000下がってるから2パン届いちゃうんだよな、あ、でも3000上がったんだ、3000上がってます、はあ、で打撃も1下がってますよみたいな、なるほど、なるほどね、じゃあ連携1万1000いってみるか、それが届くよね、届きますね、で縦残してソロガードでね、はい、それは分かってんだよ、したらばしたらばじゃあこれを使おうか、裏向きのソロをドロップすることで、あ、これじゃない、ごめんなさい、これをドロップすることで破壊、はい、で盾がなくなったよね、盾がなくなりましたね、でこれで崩すことまではできた、でエンドですね、はい、おーおーおーいいかも、チャージ&ドロー、いやーよし、でもなこれきて、いや、こっちまずこうして効果を発します、で、はい、こいつこうして、チャージ&ドローします、ゲージに登場、くそ、効果で持ってくる、武器、なるほど、辛いぞ、ないか、もうないか、あ、そっちか、もうなかった、ああ、なるほどね、もうドロップからもらってくる以外ないのか、嘘、ドロップ全部ちょっとドロップってことじゃなかったってことは、1、2、3、あれ、ハンド？ハンドだな。ハンドくらい見とけよ。あ、で、これ手札に加える。うん、
で入れて、で入れてワンドロー、強い、今引いたの普通に強かった、うん、これあ、ちょっとじゃあこのコールするとき、はい、これで闇討ちで裏向きのカードをドロップしてここを破壊します。はい、はい、でコールがされます。で、奇襲もう破壊はできなくなったけど、ね、破壊されません。でこいつの効果なんか回収して入れるって効果です。意外と激戦貫通は今見えてないのは唯一救いなんだけど、じゃあこれを回収して入れるしかないだろう。はい、こうで入れてくるのか、シュッ、はい、これで貫通さんか、貫通さんだ。よし、またクエイス、はい、3点。じゃあ裏向きのソウルをドロップし、モンスターすべて破壊、でも破壊されないじゃん、こうやって。そうですね、あ、そうだった。ただ奇襲で踏みつぶして貫通を避けます。結構勝つよ、はい、1、2、3。倒されるのか。先見越え、先見越え。でこいつの効果がワンドロー。はい、はい、じゃあ6000もう一回。じゃあ効果とモンスター破壊しリオードにします。ああ。でこいつがコールされます。はい、で登場時ワンドローします。はい、はい、お、生きた、生きた、2000、死んだ、いて、受けた、エンド、生きた、ドロー、チャージ&ドロー。じゃあチャージ&ドローした時にこれ入れます。強くねえかそれ、マジマジ強くねえか、ワンドロー強い。あー、きつい、きついぞ。どうしたら勝てるこれ。どうしたら勝てる。いや、聞かれても。ですね、どうしたらあと7点、あの、あの場を覆すことができるのか。急戦だぞ、うん、ですね、意外と接戦。いや、破壊されてくんねえんだよな、こいつが、こいつがやるから。破壊されないよ。やべえぞ、うん、しょうがねえ。ゲージ値払い、はい、回収します。どうぞ。あ、じゃあその時にこれをシュッとこの中に入れていきます、うん、あ、そいつを3000あげる、ワンドロー。3000あげても4000でしょ。4000です、ね、これ回収しましたよ俺。はい、はい、いや、ソウルガードをチェックっていう、で、ドゥエー、ドゥエー、ドゥエー。どうしたらいいんだろうな。ミニア晩秋効果使うか。ミニア晩秋効果で入れてワンドローします。ドロー、うん、弱いな。これで爆殺7個送り爆殺を入れますと。こっちいっぱい手札コロコロするので、手札コロコロで隠れように、こいつをドロップし、ワンチャージ2ドローします。でこいつは機種発動で出てきて、まあ入れません。で2チャージします。うん、いい線いってんじゃないかこれで。よし、これでまずここ破壊したけどね。4000だぞ。4000だ。なるほど。ゲージプラス2、ツーライフ。ツーライフ。ふざけんな。じゃあ、バス。バス。うん。で、バス。バス。ちょっと待って。多分動く理由はないんだよな。エンド。うん、エンド。よっしゃ、来た。ドロッ、チャージアンドロッ。おっ、これのワンドローとか忘れてるかもな俺。ツーマンセイ、ツードロ、やめろし、いろな、まだ入れる、あるかな、あるよな、あったな、うん、シュッ、まだ入れてくる。なるほど。で、ゲージ1。はい、あ、どうしようかな、ん、どうしよう、本当に悩む。いいや、ゲージ1、はあ、日常。なるほど、何を回収する。飛空隊とウェポンを合計2枚ずつ、はあ、つまりさっきの、さっきのこいつどこ行った、破壊されないのと回収とかね。そう、はい、そうです。シュッ、なるほど。ちょっと待てよ、これかな、これだな、うん、OK。
手札に加える、はあ、バーガーバーガー、はあ、コールコールの前にはいコールコールの前にじゃ起爆畳こいつをドロップし赤いモンスターすべて赤い、はい、で奇襲します。コールの前に奇襲が起きますよね。はい、いきますね。いいね。でここを2回破壊します。うーんきつい。で2ダメージでコールがされます。でこれ最増版です。あでこの効果でワンドロー、これ忘れちゃダメだ、はい、うーんじゃあしょうがない、ここに入れるしかないな。プラン B、 ワンドロー。いやーこれで完成4点。ダメだな、これ持たねえな。で、パー、あ、いいや、嘘、アタフェイス、うん、4点。じゃあここを破壊してリオでにします。チャージ&ドロー、ーはい4点いっきょー。よっしゃ、ちなみに通ってもこれが無理だこれが無理だったゲージ俺ちょっと暗殺伝心に行っていいですかここがだってアマテラスだったら超強いと思わない？ここが伝心ないっす か、 だから今の動きしながらここがアマテラスだよ。えあーそこ鈴にしていいで、そう強いでしょ、絶対強そうでしょ、強そうっすね、うん、チャンネル登録 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたたち